デラは東日本旅客鉄道グループが駅構内で展開するショッピングモールの愛称である。名称は英語のディライトに由来する。株式会社 JR 東日本リテールネットが上野駅の1階改札内外及び3階の改札外で展開しているモール。百九十六年八月二日にフローラ上野として開業し二千年十二月十二日に デラウエノへ名称変更した。以前は三回改札内にも多くの店舗があったが、同エリアは2010年9月をもって閉店し、跡地には2010年12月18日にエキュートウエノが開業した。現在はアイリッシュパブスタシェーン、通い字、北そば二号店、イロリアン、ブラボーが出店している。2010年9月までは三回改札内に、春夏秋冬。 薬ステーション、ミニプラ、CD ガーデン、タイム、無印良品、コンキアスク、胸囲コイモうずしお、ブックエキスプレス、フードカフェ、ユニクロ、アジサイジャヤ、ベックスコーヒーショップ、ザ・スタディールーム、グランミックス、キュービーハウス、トラビースタイル、駅の定食や茶、ブゼン、スープストック東京、北蕎麦1号店、ほんのりや、ジューサーバーが出店していた。 株式会社 JR 東日本リテールネットが山手線の大崎駅内で展開するモール。北改札口の古仙橋と南改札口の古仙橋を結ぶ1から4番線の上部に店舗がある。2002年12月1日に開業。スープストック東京、リトルマーメイド、時間工房、あずみ、ベックスコーヒーショップ、ほんのり屋が出店。 株式会社 JR 東日本リテールネットが中央線の公園寺駅1階改札外で展開するモール。2006年3月15日に開業。マンスリースイーツ、ベックスコーヒーショップ、リトルマーメイドが出展。株式会社 JR 中央線コミュニティデザインが大梅線、五日市線、八甲線の廃寺マイキコンコースで展開するモール。 2007年8月24日開業。リトル・マーメイド、イロリアン・キラク、吉野家、ミスター・ドーナツ、ニューデイズ、フロ・プレス・テージュ、ブック・エキスプレス、国民ドラッグが出展。2018年3月までは株式会社アトレが運営していた。その後は2021年3月末日までは、JR 東京西駅ビル開発株式会社が運営、管理を行っていた。 株式会社 JR 東日本リテールネットが内防線、外防線の蘇我駅改札内で展開するモール。改札内の古墳橋上に店舗がある。2004年8月29日に開業。2016年3月24日に全面リニューアルしている。イロリアンキラク、ヌーデイズ、ミニプラ、ベッカーズ、デニッシュバーが出店。株式会社アトレが経営。 宇都宮ステーション開発株式会社が運営する形で小山駅改札内外で展開するモール。2013年3月に開業。下付名品館桜道、リトルマーメイド、デニッシュバー、ニューデイズ、ベックスコーヒー、吉野家などが出展。2019年10月に JR 東日本から株式会社アトレに移管。 JR 東日本東北、総合サービス株式会社が、仙台駅1階内で展開するモール。2001年11月に開業。ジュピターコーヒー、北新寿司、花美人、ワインブティックミディ、フレッシュネスバーガー、ビアードパパの作り立て工房、ナチュラルボディリラクゼーション、デリーナ、中吉宮食堂麺飯店、エルベ、越後秘蔵麺無人造仙台化、ズンダ車両。 松本清などが出展。2017年2月16日より JRE ポイントを導入。同日には仙台ターミナルビルが運営するエスパル仙台等も同時に開始し、デラ仙台ではリビトロゴが入った独自のカードが発行される。エスパルロゴのカードを含め他で発行された JRE ポイントカードも共通利用が可能。 株式会社 JR 東日本リテールネットが品川駅中央改札内で展開していたモール。1から10番線をまたがる形の共同店舗となっている。同じ改札内に同様の駅中施設、エキュート品川がある。1998年11月1日にフローラ品川として開業し、2001年1月22日にデラ品川となる。 2010年12月28日に、駅宇都品川サウスとなる。名物品川そば、サンディーヌエクスプレス、薩摩屋敷、ブックエキスプレス、CD ガーデン、他社、品川ダイナー、渦潮、タイム、アズミア、ミニプラ、ギフトガーデン、アンデルセンなどが出展。東京駅の1階改札内で展開していたモール。デラ、東京ダイニングコート JR 東日本。 フードビジネス株式会社並びに株式会社日本、レストランエンタプライズが2000年7月25日から2010年9月5日までの間、北通路と中央通路の中間で展開していたモール。グッドタイムスベーカリー、グッドタイムスチャイナ、渦潮、胸かこいもん、ブラボーがあった。2010年12月4日にダイニングコート跡地はノースコートとなり、 そこに株式会社鉄道会館が運営するグランスタダイニングが開業した。デラ、東京メディアコート株式会社鉄道会館並びに株式会社 JR 東日本リテールネットが2000年12月2日から2010年1月6日までの間中央通路と南通路の中間で展開していたモール。ミニュプラ、ブックエキスプレス、東京カフェ BIS 東京カフェグランドのほか、イベントスペースブレイクがあった。当初は、ステーションコンシェルジュもあった。2010年3月28日に、メディアコート跡地は、サウスコートとなり、そこに株式会社 JR 東日本、ステーションリテイリングが運営する、エキュート東京が開業した。株式会社 JR 東日本リテールネットが、京葉線の海浜幕張駅改札外で、 展開していたモール。改札街の自由通路部分に店舗があった。2001年10月23日に開業。駅改装工事のため2012年8月31日、閉店。安住駅の牛丼吉野やヘフェブ、ベッカーズ、タイムが出店。株式会社 JR 東日本リテールネットが、中央線の阿佐ヶ谷駅1階改札街で展開していたモール。 改札前自由通路と中杉通りの間に店舗があり、スターバックスのみ独立して南口広場に面する。2003年5月2日に開業。2017年7月25日に旧ゴールド街、ダイヤ街エリアと合わせてビーンズ朝ヶ谷としてリニューアルオープン。株式会社日本レストランエンタプライズが中央線の 西尾木久保駅改札街で展開していたモール。改札前の自由通路部分に店舗があった。2003年11月30日に開業。アメリカンダイナー、ワインダイン、サンピエロが出店していた。耐震、リニューアル工事のため2010年1月に一旦閉店し、2010年5月27日、リニューアルオープンした。改装前より、店舗数が、 大幅に増加し、日本橋大蔵、工業座マンチーズデリ東京、ワインダイン、ジュノエスクバガルショップ、ブランジェ朝の屋、エクスプレス、新潟湯の谷倉前、関営堂、プラティノ、田中邸ファームハウスの10店舗展開。2017年3月19日に閉店。跡地には、デイリーテーブル木の国屋西尾木久保駅店が出店。 株式会社アトレが中央線の三鷹駅改札内、外のコンコースで展開していたモール。2014年10月10日、同じく株式会社アトレが、三鷹駅南口の駅ビル内で運営する、アトレビ三鷹と一体の施設という扱いになり、名称も、アトレビ三鷹に変更された。2007年12月16日に15店舗が、 1> 第1期開業。2008年4月に4店舗が第2期開業。コンセプトは駅のオアシス空間。改札内に人工地盤を新設し、4階部分を増築してできたもので、総店舗面積は約1380平方メートル。クイーンズイセタン、クイーン SI 三鷹、マフィナリーズ、セルフィーユ、ラッシュ、リラクゼ、ブックエキスプレス、シェリウイ。 ラトリエクルール36、マンスリースイーツ、縁結び、ミニワン、松蔵、セッサビ、関東チャーハン店、スープストック東京、マンスリー雑貨などが出店。株式会社アトレが西船橋駅内で展開していたモール。2階の改札内コンコースから3階の店舗へ上がる構造となっている。2005年3月25日に開業。 2018年4月1日に株式会社千葉、ステーションビルに運営が譲渡され、名称も、ペリエ西船橋に変更された。エディーズブレッド、ホンノリア、ニューデイズ、ハニーズバー、西船コーヒー研究所、ブックエキスプレス、リラクゼ、シャンドエルブ、無印良品コムキオスク、菜の花そば、フロプレステージュ、ベッカーズ、カルディコーヒーファーム、マンスリースイーツ、ミニワン、 松蔵、ケイリン、ツグリーングルメ、築地船寿司、スープストック東京、茂野井、薬ステーション、ワイズマートが出店。2007年3月17日までは、改札内部を共用していたため、東京地下鉄、東洋高速鉄道の乗客も利用できたが、同年3月18日以降は、JR の乗車券か、入場券が必要になった。 2011年6月26日にリニューアルオープン。2011年10月西船橋駅、北口駅前広場脇に2階建てビル、デラ西船橋別館を新設し、中華食堂日高屋、天丼店屋、カダラファクトリー、キュービーハウスの4店舗開業。株式会社アトレが、大船駅内で展開していたモール。 古戦橋場の北改札付近と南改札付近に店舗があった。2006年2月2日に開業。リニューアルに合わせ、2016年12月5日に名称もアトレオブネに変更された。メリーチップス、ニューデイズ、ラバンベリー、ネケン、ハーベスト、カフェバーバルカ、スープストック東京、築地センス司、ホンノリア、パオパオ、ビガブン、RF、 セレクション、カーニバル、無印良品、コンキアスク、鎌倉そば、ドリップマニア、マンスリースイーツ、ブックエクスプレス、松蔵、ミニワン、エディーズブレッドが出店。株式会社千葉ステーションビルが総武線の津田沼駅内で展開していたモール。多くの店舗が改札内の古戦橋場にある。2002年11月1日に開業。 リニューアルに合わせ、2016年10月1日に、名称も、ペリエ津田沼駅中に変更された。スープストック東京、マイセン、マンスリースイーツ、ミニプラ、青山フラワーマーケットなどが出展。2011年3月にリニューアルオープン。株式会社 JR 東日本リテールネットが、大宮駅中央改札、北改札内で展開していたモール。 2005年11月1日に開業。2020年7月22日に一部を改装する形で商業施設、エキュートオーミアノースが開業した。ヌーデイズ、ニューデイズ、ユニクロ、ブックエキスプレス、サンコインズステーション、銀座アケボノ、築地千歳、エキッチン、サンマルクカフェ、カシュアデマイ、蕎麦どころ、中仙道、ベックスコーヒーショップ、パスコ、 ハニーズバーなどが出展。ありがとうございます。